今回のストレッチは急に睡魔に襲われるのでご注意ください。首の凝りが取れて肩周りがすっきり軽くなり、腰背が改善されて肩甲骨周りが剥がれて、お腹はすっきりし、下腹部に詰まった便秘が改善され、全身がすっきりするストレッチになっています。完全保存版。まずはスマホ顔の前を置いてもらって楽に座りましょう。まずは首からやっていきます。しっかり上を向いて下を向いて首伸ばしていきましょう。まずは猫背の原因となる首もね、伸ばしていきましょう。今回は座った状態、うつ伏せの状態、仰向けの状態、いろんな体位がありますから、途中でね体位変えないといけませんけども、それも一つの運動としてねやっていきましょう。はい、いいですよ。今度は横を向いて首の横、胸鎖乳突筋をね伸ばしていきます。リラックスして行っていきましょう。ストレッチはね、呼吸が大事ですからね。もしやりにくい人はこう見ながらねやってもいいですし、メニューが分かればね、もう見ながらじゃなくてもやってもらって結構です。全身すっきりしますからね、今回ね、この動画1本でストレッチ完結しますから、楽しんでいきましょう。はい、じゃ今度は楽にねゆっくりゆっくり首を左右に回してみてください。やっぱり首はね、眠くときにね、この僧帽筋痛かったりすると思いますが、ちょっとずつね伸ばしていきましょう。あんまり早く首回しちゃうと目が回りますから、ゆっくりね、マイペースに回してください。はじめのうちは筋肉がね硬いですからね、ゆっくりいきましょう。はい、 OK。 今度は軽く手でね頭の後ろ下に押して繰り返しましょう。下に押して抜く、下向いて抜く。もしね肩痛くて手が上がらないよっていう人は、もうちょっとね軽く手で押さえるぐらいでもいいです。やっぱり自分で下向くよりは軽く押さえた方が伸びますから、ゆっくりゆっくりね筋肉伸ばしていきましょう。全身すっきりさせましょう。 OK。で今度はね肩へ行きましょう。後ろにゆっくりね交互に肩回してください。ゆっくりでいいですからね、ゆっくりゆっくり回したらいいですよ。このストレッチはいかに力を抜いて伸ばすかにありますから、手を上げた時点でね肩に力入ると思いますが、この肩の力をできるだけ抜いて回す、これがね大事になってきます。ゆっくり後ろに回していきましょう。よし、よし、 OK。 この手を合わせたら前に伸ばして休む、これを繰り返していきましょう。今度はね肩甲骨、外に開いたら力を抜きます。背中を後ろに持っていくイメージで手を前に持っていくイメージ、リラックスしてゆっくり伸ばしましょう。股関節も足も全部やっていきますからね。よし、いいですよ。じゃあ今度はね手を交互に伸ばしてみてください。
片方ずつ肩甲骨を動かしていきます。交互に手を前に伸ばす。ふーふーやっていきましょうね。もし肩がねだるくなってきたら、ちょっとこうお休みしながらまたね再開してください。いっぺんに伸ばしすぎるとね結構ストレスかかるんで、気持ちいいなーぐらいでいいですよ。よーし、 OK。 今度は手を後ろで手をタッチする感じ。これで肩甲骨を内側に寄せましょう。手を振るペースもね、ゆっくりでいいですからね、マイペース。これ肩がね、上がらないように落としてくださいね。ちょっと余裕だよっていう人はね、しっかりね、手を大きく振ってみてください。もう上半身が終わったら次下半身ですから、今、だるい人もね、楽になってきますからね。よーし、OK。今度はセルフハグです。肩に、ね、手が回らない人も抱き枕をね抱くイメージで、肩甲骨をね動かしてみましょう。首肩だるくなったら休んでくださいね。今回のストレッチは結構ね全身ですから長いので、マイペースでね見ながらやってください。途中ストップしてトイレ行ってもいいし、途中水分補給しながらねストレッチしてもいいですから、マイペースでね最後のメニューまでやっていくのが一番大事。よっしゃ、 OK。 今度は手首をね前後に動かしていきます。楽にやっていきましょうね。同じ方向ばっかりやっちゃうとね肩だるくなるんで、片手を下ろして交互にねやっていきましょう。手首も可動域って狭くなってきますから、手ついたら手が痛いよっていう人はね可動域狭くなってます。しっかりね日々伸ばしてみてください。楽にいきましょう。よーし、 OK。 じゃあ今度は後ろに親指を振るイメージで、肩を後ろに回して猫背の改善をしましょう。2回ずつ後ろにカモーンっていう感じでね動かしてみてください。猫背がちょっとひどいよという人は肩が後ろにね回る感覚分かりにくいと思うんですけども、このストレッチ続けたらね、もうどんな年代の方でも体のバランス良くなりますから、筋肉バランス直したら姿勢も良くなるしね、痩せやすくなりますからね。 OK。 じゃあ今度は手を横について手を伸ばして、体をゆっくり横に倒したら反対にします。楽にお腹の横伸ばしましょう。息を吐きながらふーっとこの横を伸びて反対にするイメージ、ゆっくりやりましょう。力を抜いたら伸びますからね。あーって力を抜いたら伸びます。お腹の横伸ばすことでくびれにね効果的ですからね。このままで今度はね手をついて胸を張ってみてください。胸を張って休む。これ結構きついですからね。ぐーっと胸を張って抜く。この座った状態でね立ってる上半身を作るのって結構むずいんですよ。骨盤が関係してますから、立ってるとね骨盤が前とか後ろに傾いてる場合、
今固定されて状態で胸を張ってるんで、正しい姿勢がね作れます。よし、 OK。 じゃあ今度はね、片足伸ばして、片足内側のもも裏にねつけましょう。このまま手でこっち押さえてキープ、これでキープです。この股関節周りをねやっていきましょう。もしねこうやって起きてる方はね、手で軽く押さえてみてください。でもできれば上半身はね、胸を張った状態で伸ばしてください。伸ばしてる足がねちょっと曲がっちゃうよっていう人は手で膝を押さえてください。なので両方ね膝を押さえていく感じです。ぐーっと伸ばしましょう。楽にいきましょうね。はい、じゃあ今度は反対足ですね。内ももに足の裏を引っつけて、浮いてる足を手で押さえます。これでキープ。息吐きながらね、股関節周りストレッチしていきましょう。股関節周りをねしっかりストレッチするとね、むくみの改善とかね、リンパの血流が良くなったり、便秘改善とかね、すごいいい効果ありますから、足細くならないよっていう人とかもね、股関節周りすごい大事なんで、今から何種目か股関節周りやっていきましょう。じゃあまた反対足にして、今度は足を曲げたらクロス、手をついたら肘を横に押さえながら体をひねります。ぐーっとね、お尻と腰を伸ばしてます。この時にね、前かがみになるともったいないです。胸を張ってひねってください。そうするとお腹もさらに追加で伸びます。胸張って息をゆっくり吐きながら、腰お尻お腹伸ばします。よし、 OK ですよ。はい、それでは反対も一緒、足曲げてクロス、後ろに手をつく、手もクロス、胸を張る、引き伸ばす、ぐいーっと引き伸ばしてください。お腹、腰、お尻、まあ、どっちかというとね、お尻はねあんまり伸びた感じないかもしれません。お腹と腰がよく伸びてる感じがあるかもしれません。でもね、これもお腹伸びてますからね、あ、お尻伸びてますからね、ふーっとリラックスしていきましょう。伸ばして、よーし、そしたら足の裏を合わせてください。浮いてる膝を手で軽く押して、内転筋、股関節周りを伸ばしましょう。この足の位置はね、あんまり近づけすぎるとね膝が上がっちゃうので、だいたいねこのくらい膝が浮くぐらいの足の位置にして、手で押さえて床につけるイメージでやってください。これもね、できれば胸を張るとね、お腹と腰伸びますからね。楽にやってみてください。よし、じゃあ今よりもちょっと足を近づけてみてください。それで膝を押さえてください。よし、頑張っていきましょう。リラックスしながらね、結構ねお腹とかね股関節周りストレッチするとトイレ行きたくなることあるんで、そういった場合はねストップしてからトイレ行って、また続きやってみてね。まだまだね、今から足首までストレッチしていきますから、まだ結構先は長いですよ。これも有酸素運動ですから、痩せる効果ありますからね。よっしゃ、いいですよ。はい、じゃあ後ろに手をつきましょう。足を横に開いて、こっちの足は内側に倒して、これでキープです。楽にいきましょう。はい、これね後ろに手をついてるんですけども、ちょっと余裕があるよっていう人はね、体
方は前かがみにしてみてください。そしたらしっかりね、股関節、お尻ひねれますから。結構ね、こういう股関節周りはね、内側、外側ってこう回って、肩と同じようにね回っている人がいるんで、一回ね、どっちにも回してニュートラルにするのが大事。よし、足ゆっくり戻して、痛いねこれ。反対を内側に倒して、これでキープ。さあやっていきましょう。結構ね、硬いよ痛いよって人は手を後ろについて体をね倒し目にするとね、ちょっとね余裕が出ると思います。でもちょっと慣れてきたな、余裕だなって人はね、ちょっと手を前にして前かがみになってみて、しっかりひねれるよ。うおー、リラックスして行うとね、眠くなってきますから、タートルもね口数が減ってくるんですよ。よーし、 OK、 ゆっくり戻して、あー、うぎゃ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 、あ、よっしゃ。で、後ろに手をついて、今度は交互にね倒してみましょう。ゆっくりゆっくり倒してください。よっしゃ。もしね、こう眠くなってきたなーっていう人はもうそのまま寝たら気持ちいいですからね。あ、もちろん朝やってる人はね、眠くなったら今から仕事や学校がありますからね、眠くならないようにしてくださいね。ちょっとボリュームを大きくして朝の場合はやってほしいなと思います。よし、ゆっくりね、マイペースでね飛ばしてください。よし、オッケー。じゃあ今度はゆっくり上向いて寝てみましょう。スマホ持って寝ましょう。右足を折り曲げて、これでキープ。右足を折り曲げて、つま先ちょっと向けてね、腰がね結構反っちゃう場合はちょっとね足を起こして、腰先つけて、そこから力抜いて足倒してみて。どっちかというとね、足倒すよりも腰浮かつけてね、足が倒れるところまでって感じです。あー、リラックスしていきましょう。あー、伸びる。よし、オッケー。はい、じゃあ今度は反対足ですよ。反対足横に寝かせて、腰をできるだけ浮かつけて、よっしゃ。 あんまり無理に伸ばしたらね、指足指つっちゃいますからね、あんまり無理せずね、できる範囲でやってください。どのストレッチも筋肉硬いなっていう時は体をちょっとね揺すってください。体にすると力抜けるんで、だんだんとね眠くなってきますね、やばい。よっしゃ、オッケー。ゆっくり足戻して、足の裏合わせてペタッと寝かせましょう。ちょっとこれでね、股関節溶ける周り、溶ける、伸ばしてください。足に力入っちゃう場合はね、ちょっとこうやってトントントーンってやるとね、力が抜けてきますから、余裕があるよーって人はね、腰床にねつける感じでやってみて、トントントーンと力抜いたら伸びると思います。よっしゃ、よーし、 OK。はい、そしたらね、片足伸ばして反対の足をね抱えましょう。腰床つけたまんまで、ね、抱えて腰伸ばしてください。よっしゃー、いいですよ。腰をねゆっくりゆっくり伸ばすと体の力が抜けますよね。このね反り腰とかも、この腰回りの筋肉が緊張してるから反ってしまうわけで、リラックスしてね腰が床につけば、腰痛もね反り腰も良くなりますからね。よし、じゃあ反対足も一緒で、
ゆっくり足抱えて、腰がね床につかないよって言ったら体振ってみて、体をちょっと振ってみたら体の力が抜けて腰が多分ねピタッと床につきますから、それで足を抱える。そしたらね腰がしっかり伸びますよ。腰大した無理しないでくださいね。楽に伸ばしていきましょう。よっしゃー、あとちょっと、あーしょっかい、はい、じゃあまた反対足です。よっしゃ、足上げたら体を横にひねってキープ。できれば肩がね床についた方がいいです。両方肩をできるだけ床につけて、片足をひねって腰お腹ひねっていきましょう。ゆっくりゆっくり伸ばしていて、伸びて痛いなってところはねさすったりするのも効果的、力が抜けますからね、さするとね。よし、よし、OK。それでは反対、ゆっくりいきましょう。片足伸ばして、肩が浮かないように体をひねってみて、これでキープ。ゆっくり伸ばしていきましょうね。あくびが出ちゃう、あくびが。もう寝るくらいだったらもうね、皆さんそのまま寝てもいいですからね。もうストレッチはね、リラックス効果が目的ですから。痛いところはね、さすったり、叩いたり、揺すったりしてみて。よっしゃ、OK。よっしゃ、また反対足ですね。この膝を上げたら、横に倒してみてください。片足だけ横に倒す、これでキープ。結構これ伸びますよね。やっぱ腰が少しいくと思うんで、できるだけね揺すってね、体の力を本当にねふにゃーって抜いてストレッチしてください。ゆっくりリラックスして伸ばせばね、いつもより伸びますから。よっしゃー、うおー、よーし、あと少しよ。 OK。 よっしゃー、反対も一緒、足伸ばして足を曲げてパタッとリラックスして伸ばして、ちょっと浮いちゃうよって言っちゃうね、手で押さえてみて、楽に力抜いてください。リラックスして、いい気持ちになりながらねストレッチしましょう。楽に力抜きましょう。よし、痛いところはね力が入るから体を振ってくださいね。よし、よーし、 OK。 はい、そしたら今度は足伸ばしましょう。楽にね、肩幅に開きます。足首を伸ばして上げて、これを繰り返します。よっしゃー、ふくらはぎのストレッチですね。あんまり早くやるとねふくらはぎの運動になりますから、ゆっくりねリラックスして伸ばしましょう。うわ、マジで眠くなってきた。皆さんどうですか、眠くなってきましたか。眠くなってきたよーって人はねコメントで教えてください。よーし、 OK。 はい、この伸ばしたままでね足を振ってください。この足を振るんでも股関節からね振ってるイメージを持ってくださいね。よっしゃー、はーい、今度股関節周りのリセットです。楽にね股関節から振ってる感じですよ。足だけ振って股関節動いてないってダメですよ。しっかりね股関節からひねってるイメージを持ってくださいね。楽に楽にね
目に動かったらね、目つむってもいいですからね。踏み直してみましょう。よし、よっしゃ、OK。 はい、そしたらうつ伏せです。うつ伏せになったら楽に寝て体を振ってください。腰を振るイメージですね。楽に背中、お尻、足、ブルブルブルって横に振ってみてください。体の力を抜くのがね、目的ですからね。楽に力を抜いてください。目つむってもいいですからね。体をブルブル振りましょう。よーし、OK。 はい、そしたらこのままで片足上げて横に倒して、キープ。完璧キープです。できれば顔はね、足の反対方向を向いた方がいいです。で、肩はね、できればね、肩の前側、両方床についてから伸ばした方がいいんですが、やっぱりちょっと肩がね、ちょっとは浮くと思うんで、ちょっとは OK。これでキープ。よっしゃー、あとちょっとですからね。頑張っていきましょう。あ、これでね、腰回り、胸の筋肉が伸びてますからね。よし、オッケー。さあ、反対も一緒です。足を上げたら体をひねって浮いてしまう肩をね、ちょっとつけるイメージ。これキープ。よし、これでキープですよ。メニューが多かったらね、目つむってリラックスしてもいいですよ。ちゃんとね、肩がね、胸についてると胸筋伸びますからね。胸筋が、呼吸が深くなります。よっしゃー、あとちょっとですからね。よし、 OK。 はい、今度は反対足です。反対足を真横に持ってきてキープ。これでキープです。よし、はーい。耳が分かったら目つむっててもいいですよ。いやー、今度はね、さっきの上向きでやったのと違ってうつ伏せなんで、体重がかかってね、大臀筋、お尻伸ばすことができてます。ちょっとですからね。よっしゃー、 OK。 はい、じゃあ反対足も一緒です。横に向いてきてリラックスして、大臀筋、お尻伸ばしましょう。痛い場合はさせてください。痛い場合はさせて、足があんま広がらんよ、お尻が上がるよって人はね、身を見まねでも結構ですからね、だんだん伸びてきますよ。楽にね、力が抜けたら筋肉もね、よく伸びますからね。力抜いて楽に伸ばしましょう。伸びる。よっしゃ、オッケー。はい、じゃあ両足伸ばして、手を下に伸ばして、体をぐるぐる振ってください。手もね、くるくる回して振ってくださいね。はい、体を振りながら、手も振りながら、リラックスして目つむって、体を揺すってみてください。目つむったらめっちゃ気持ちいいですよね。これね、これ全身のね、筋力運動って言ってね、全身の筋肉の血流を良くして、筋肉ほぐれて、はい、リンパの流れもね、良くなってね、超リラックス効果ありますからね。寝つきが悪い人にもおすすめ。OK。今回のストレッチ、リラックスできましたでしょうか？一応全身のストレッチができますんで、毎日朝や夜やるとおすすめです。最後までやったよっていう人はね、眠くなったよとか、頑張ったよとか、気持ちよかったよってコメントもらえたら嬉しいです。チャンネル登録してない方は、ぜひぜひよろしくお願いします。
もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。